笑顔をいただけるとすごくありがたいんですけど、はい、このタイプ難しいな。いやー、感情で言うとでも世話しない感じがちょっとありますね。なんかやっぱり本番前、まあ、今日これから初めて通すんですけど、劇場では稽古場では4、5回通すことができたんですけど、劇場では初めてで、このゲネですらやっぱりちょっとまだ落ち着かないというか、だから今日でさえこんなにも落ち着かないなら多分明日はもっと落ち着かないんじゃないかなとは思ってます。ただまあ、ね、信じてやっていきたいなとは思いますけど、これまでやってきたこと。そうですね、私も、もう落ち着かないですよね、気持ちが、はい。でもやってきたことを1ヶ月間やってきたことはあるので、ちゃんとそれを信じて、あのみんなでエネルギッシュに、初日を迎えられて、それで新たなお客さんとともにやった時に新たなロミオとジュリエットを見つけられたらいいなっていう気持ちもあります、はい、どこに気をつけながら、どこに、なんかどこもかしこも気をつけてるんですけど、なんでしょうね。でも何が違う、難しい、いっぱい違いますよ。でも、まあ、今回特にその村長さん、いつも村長さんに教えてとか言っていただいているのは、まあ、言葉を信じることとかっていうことは結構僕は心に留めていて、やっぱりセリフを大事に言うというか、それは気をつけていると信じてます。はい、はい、ありがとうございます。ですかね。そうですね。やっぱりシェイクスピアってその好きっていう一つの気持ちを何十行もこう表してるじゃないですか。うん、でやっぱりそのただただ言ってるだけだと本当に何を言ってるかわからないんですけど、やっぱり一つ一つのイメージを持ってやっていくっていうのがシェイクスピアの作品は大事だと思っているので、なかなか自分ではまだちゃんとイメージできてないところもあったりとかするんですけど、それを一つ一つ自分の、 こうイメージをちゃんと持たせてやっていくのが大事だなって思います。でも難しいっていう表現はあんまなかったかもしれないです。そのフラットでした、全部フラットに全部難しかったのかもしれないし、だからね、逆にその有名すぎるシーンがあるからこそなんか変に緊張したりとか、稽古場ですらその有名すぎるセリフがあるからちょっとなんかドギマギするとかっていうのは結構あった気がします。でもなんかそれも最初だけで、それは多分自分自身の言葉にというか、ものにしてというか、今は多分できていると思うので、変に意識せずに全てこれは本当にフラットにできていると自身が言えると思います、はい、おロミオロミオ、どうしてあなたロミオなのっていうところはやっぱり言うときは緊張しますね。これ聞いたもんね、どんな気持ちで言ってるってそうですね。でもあそこはやっぱり稽古中でも緊張しましたし、今でも緊張しますし、ロミオとジュリエットの物語を知らないって言ってる方でもそのフレーズはなんとなく知ってる方多いじゃないですか、だから今までこうジュリエットを演じてきた、いろんな人が演じてきた中で自分はどういうジュリエットでどういう風に言えるんだろうっていうのはすごく悩みましたし緊張しましたし、でも明日はもう今までやってきたことを信じて、そのロミオへの思いっていうのをちゃんと出せたらいいなって思います、はい、僕もロミオをさせていただくことになって稽古を始めてもう1ヶ月ちょっと経って、でここ劇場に来て今やっているんですけど、自分自身もまだ正直どんな風になるのかっていうのが分かっていなくて、
なんかそれぐらいその今やってることに夢中になって自分は演じることができてるのかなっていうのをすごくポジティブに捉えてやってるんですけど、だからこれまでいろいろなたくさんの先輩方がやられてきていて、その作品を今回やらせていただくことになって、もちろん初めは緊張していたんですけど、僕が出てるところ以外で見ていて思うのは、やっぱり僕らが作ってきたロミオとジュリエットっていうものがあって、それを皆さんにまっすぐ届けたいなっていうのがあります。なのでなんかね、僕がロミオで藤野さんがジュリエットでっていう、そのそれだけをなんか見せてしっかりと感じていただけるように自分らは演じられたらいいなと思っておりますので、楽しみに待ってていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。右手の方に、はい。